笛木醤油は江戸の後期寛政元年1789年、創業、創業以来200年以上にわたって伝統的な醸造方法を守り続けている醤油屋です。100年先の未来を見据えて、未来へつなぐ100年プロジェクトというのを今取り組んでおります。3つの柱がありまして、作り手として、地域人として、親として地域社会に貢献をしたり、親として子どもたちに日本のいい発酵食文化、和食文化を伝えられるような、そんな取り組みを今しております。職人さんが全国的にも減少しているので、そういった職人さんを育てるという意味でも、こういった木桶を作るような、そういった機会を去年そして今年と作っている状況です。菌が活発に生きていく上では木桶が一番いいと、そういった信念を持っておりますので、これからも未来に向けて木桶仕込みの醤油っていうのを残していきたいというふうに考えています。ステンレスのタンクだったりとか、温度を機械的に上げてしまうのではなく、本当に自然な状態でゆっくり2つかけて寝かして作らなければできない。笛木家の家訓っていうわけではないんですけど、こう昔から、こう人との絆を大切にしなさい、地域との絆を大切にしなさいっていう言葉がずっと伝えられています。地域からですね、本当にこう期待をされる、地域から必要とされる企業であり続けなければいけないっていうのが会社の経営理念でもありまして、その昔ながらこうずっと代々つなぐその思いを未来に向けてつないでいけないっていうのが一番の原動力になっています。100年というのは、いわゆる木桶が、持つ期間が100年というのと、将来、300年、続く企業を目指してくれた100年先の企業を目指して100年という数字にこだわって数字をつけました。